どうも、こんにちは。ローです。と、おはぴょーん、ほしるべ、しょうだぴょーん。この数分で何があったんだよ、お前さ。まあ、どうですか、はい、緊張の方は。いや、全然、もう今ので吹き飛んだよ、緊張。声が若干なんか、なんですか。いや、なんでもないですよ。なんですか。なんでもないです。ですよね。はい。なんかこれからやりたいこととか、なんか挑戦したいこととかある？そうだな。いや、最近そのハマってることなんだけど、ギター弾くのにハマってて最近。ギターってさ、難しいから、うん、うわ、俺下手すぎて一生弾きたくねえってなる時期と、はいはいはい、今楽しい、もう一生弾けるわっていう時期が交互に来るんだけど、今その後者の時期でさ、はい、左手をね、こちょこちょするのがめちゃめちゃ苦手で、はい、こちょこちょする気持ち悪い、こちょこちょするじゃん。どこを押さえたらどの音が鳴るっていう、そのピアノと一緒でさ、うん、なんかピアノってなんか指バッて開いて、だいぶアバウトだけど、うん、それをなんかそのコード当てはめて右手で弾く、左手でコード、右手で弾く、左手でコードで、うん、右手でチャカチャカするみたいなね。そのさっきから擬音が分かりにくい、絶妙に気持ち悪いのなんだ気持ち悪くないだろそんなしょうもないこと話してる俺らですが、はい、せっかくコラボで1時間配信するなら、今週と来週限定でコンビ名を決めて活動しようと。はい。でリスナーにアンケート取りました。取ったんですか。いろんなコンビ名の候補たちが集結してるので、まあ、その中から選ぼうと、はい、よろしくお願いしますこの人ぶっ飛ばしていいと思う。ちょてからただの悪口なんだよコンビ名募集しますって言って、いいんじゃって送ってくるやつそいつの度胸もやばいし、ひどいよね。ちょっとひどすぎるよな。はい、次、ダサと気象。これね、グリとグラみたいな最悪なグリとグラだ。なんだこれ。違う人がまた悪口送ってきてんな。はい、正解来たなって言われてるけど、ごめんなさい正解じゃねえよ。次、これこじらせ男子。これは何ですか。これはなんかアイドルっぽいなと思って拾ってきました。一見こういうさ、アイドルいそうじゃない。こじらせるってなんだ、そもそも。こじらせる、なんかひねくれてる、あれ、調べてくればよかった。バカが二人と次行こっかはい、以上です。はい、どれがいいですか。どれも良くないけど、1、2に関しては悪口だから個人的に6番すごい気に入ってるんですけど。デビラビ。デビラビ、かわいい。じゃあデビラビでいいんじゃないですか。デビラビで。俺らは今日からデビラビです。2週間だけね。はい、はい、ということで、デビラビに決定したところで、次の企画いきますか。小悪魔たるものね、はい、お昼休みに食べるお弁当は可愛ければ可愛いほどいいじゃないですか。ああ。いいですよね。はい。揚げ物ばかりの茶色い弁当を食べていたら、クラスの女性たちの気持ちも冷めていっちゃうかもしれない。そんな事態を未然に防ぐために、可愛い、美味しい、家庭的の女落とし三段論法を身につけるべく、今夜我々デコ弁対決をさせていただくということで、可愛い、美味しい、家庭的の3要素を重視してやりましょう。いきますか。小悪魔ですから僕、お手本ということで先に行きますよ。先に行くんだけど、ちょっとだけ言い訳させて。ツイッターとかでさ、ご飯の写真とかあげたりしたじゃないですか、僕。全然料理できるんですけど、保険かけてます、今。デコ弁って難しくて。保険ね。実は。お前もう無理だよ、逃げられないよ。いやー、ちょっと逃げられない。行かないでいただきたい。説明の方お願いしてもいいですか何がどうしたらこうなるんですか。終わってんだわ、マジで。マジで一旦出してみようよ。終わってるぞ。ええ何ですか何ですか。真面目ですけど。ということでね、こちらのデコ弁が優れているのか、出るってアンケート取るか決めてもらおうじゃねえか。最低限で争うんだよ。いや、最低限じゃないだろ。さすがに俺だろ、こんなん。次の勝負いきますか。はい。小悪魔たるもの、この世ならざる者にさえも愛される必要があります。彼らもファンにすることができれば、人類の歴史の分だけ寵愛を受けることができると。ということで、心霊スポットに行ってきました。行ってきました、はい、動画を作ったんで、それを見てどっちの方が何怖がってるか。いや、小悪魔っぽい子でしょ。それをリスナーに判断してもらうと、その動画を見てる間に俺らはさっき作った弁当を食べると
この番組は小柳亮と星るべ翔が小悪魔を目指すために体を張ってさまざまなことに挑む超ゆるいバラエティ番組です。お弁当さ、一回試作で作った時にその顔面の部分にきな粉ぶちまけちゃって、それは失敗作としてね、あの供養されたんですけど、ちゃんとさっきお昼ご飯に食べました。偉いので。これ音出てる？出てるの？喋るの？うるさい。あ、俺うるさい。副音声うるさくないか？え？こういうもんじゃない？副音声ってちょっとうるさすぎ？ちょ、お弁当食べて黙った方がいいよ俺。え、これ本当に食べるの？全然嫌、全然嫌なんですけど。あ、お疲れ様です。はい、キャー、どうでしたか俺の作った動画は。すごい、いや、だいぶクオリティ高くない？いや、すごいよ、マジで番組みたいじゃん。はい、じゃあ、あと少しなんで、ちょいラジしますか？お便り返す？お便り少し返すか、じゃあ。はい、ありがとうございます。尊敬してるところ、逆にこれだけは負けないぞってところが知りたいです。はい。どうですか？僕の尊敬しているところ。あのね、動きがきしょい。声が小さいところを尊敬しています。いや、でも、実際、その物覚えめちゃめちゃ早くて、何でもすぐに習得しちゃうところをすごく尊敬しています。器用じゃん、何でもそつなく。いや違うんだよ、やったことない。いや俺はただ器用に見せてるだけであって、実際器用じゃないんだよって言うんですよね、器用な人は。わかりますか、動きが強くなる人の気持ち。それは天性の才能じゃん。は、やめよっか、やめよっか。傷ついたんで降ります。ということで今週も配信ありがとうございました。じゃあおつおつぴょーん。